Welcome to ThinkTech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today is Ms. Maiko Ikeda and Mr. Joseph Iseri, who are organizers and directors of PONO, the group Protection of Ocean and Nature Organization at UH. They are both currently in Japan.皆さんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ライフコーチでホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、ハワイ大学マノア校で言語スキルと地域、環境保全貢献のグループをオーガナイズしていらっしゃるポノというグループなんですけれど、お二人の学生さん、池田舞子さんと伊勢里ジョセフさんにお話を聞かせていただきます。お二人は今日本にいらっしゃるということですよね。時差があると思いますが、ご参加ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日本はどちらにいらっしゃいます？大阪です。大阪、二人とも大阪にいらっしゃるんですね。はい、それで、まずこの言語を使って、まあ、いろんなお仕事ができると思うんですけれど、このグループというのは特に環境とかそれからハワイの海や自然を守るということに言語をもっと活用していきたいと、そういう趣旨で作られたわけですよね。そうですね。はい、そうです。はい。ちょっとこうどんな経過で、経過っていうんですか、作られた経過をお話ししていただいていいですか？はい。まず、この活動が始まったのは、ハワイ大学の日本語のクラス。で、まあ、学生に日本語を使ってどんなことができるかという一つを示すために行いました。これ池田さんは、もう学生さんというよりは先生でいらっしゃるんですね、はい、今ね。博士課程の学生ですけども、はい、学生をしながら日本語を教えてらっしゃる。あ、はい、そういうことで学生さんに、はい。はいはい、でその中で、日本語を使って、はい、そのクラスが、まあ、生物学部の学生が多いクラスだったので、はい、時間帯的なものなんですけど、ちょっとすごく15人中半分以上が生物学部の学生だったので、はい、じゃあ生物学部の学生さんが大切に思っている、まあ、自然を保護することもできるんだよということで、クラスのプロジェクトとして行ったんですけど、はい、もうそれからこのような活動をもっと続けたいというふうに、まあ、授業が終わった後、要望があったので、はいはい、じゃあこれからみんなが、学生の方からもっとやっていきたい、続けていきたいということで、いいですね、それはね。はい、じゃあその学生さんの一人がジョセフさんだったんですか？まあそうですね、まあ、その一人ですね。はい、その元々のクラスではいなかったんですけれども、はい、次のクラスの、はい、うん、次の、 学期の授業で、はいはい、こういうこと、こういうグループを知るようになって、はい、入ろうかなって。なるほど。はい、じゃあ今ジョセフさんも、ハワイ大学の、アンダーグラジュエット、学部の学生さんですか？はい、大学で 3年生で、もうすぐ卒業するところです。はい、なるほど。で日本語をじゃあ勉強してたっていうことですね。はい、専攻として専攻として日本語を勉強してたっていうことは、日本語が母国語じゃないんですね。はい、じゃないです。英語は母国語で、はい、家族が全く日本語をしゃべれません。うん、なるほど。で日系ですよね、名前が伊勢里さんですよね。はい、五姓なんですけれども、五姓、はい、はい、はい、で日本語を勉強しようと思って、で、はい、でも入ってみたらこの舞子先生がやってらっしゃるそういうプロジェクトがあったと、はい、そんな感じですか？はい、日系としても、ネイティブハワイ、ハワイ人が入っている、地が入っている人としては、はい、こういうハワイのローカル環境を守ろうっていう、プログラムが非常にいいと考えて、その自分の勉強していることを利用して、こういう環境保護ができるのは、とてもいいことだと考えて入りました。じゃあ今ちょっとハワイの地がっておっしゃったんですけど、日系五世の中にはハワイの、はい、こう地も入ってるんですか？はい、そうです。とてもミックスな人です。とてもミックス。はい、ハワイでいうチャプスイってやつですね。そうです。はい。はい。ちょっと舞子先生に戻りますけど、じゃあ学生さんからそういう要望があって、まあ最初はプロジェクトとして何かやってみたと。で、それは最初どんなことやったんですか？最初は、まあ、今と変わらないんですけれども、日本語を使うということで、まず、まあ、
日本人の観光客がたくさんハワイに来るので、だけどはい。その日本人の方がハワイの自然をどう接していいかわからない人が多くて、もう知識がないがためにちょっと自然の扱いが悪いということなので、それをまあ日本人の方に適切な情報を伝えるために日本語を使おうということを始め行いました。なるほど、まあ、はい。ということは、まあ、まその適切な情報は どういうふうに伝えようと思ったんですか？まあ簡単なことからしようということで、まず学生と一緒に、まあ、ビーチとかに行って、はい、英語だけの情報の看板を探したんですね。看板を探した。で、その英語だけの、はいはい、看板で、はい、日本語も必要だと思う看板どれだろうということを一緒に学生と考えて、はい、あ、この看板は日本語もあった方が日本人にいいなという看板を見つけ出して、はい、それを、まあ、日本語を翻訳するというか、適切な日本語に直すという活動をまず最初にしました。で、その日本語を作った後、ノアさんですね、はい、アメリカの大気環境庁の方に、はい、まあ、この日本語を作ったんですけど、はい、どうでしょうかという感じで提案させていただきました。はいはい、今出たそのノア、NOAA ですよね、はい、これはアメリカの連邦政府の団体ですよね、はい、海洋関係、はいはい、でそこにじゃあ、はい、舞子先生がアプローチしたんですか？あ、そうです、ぜひそういうことを、はい、まあ、学生がしたならば、うん、もし良ければ使っていただけないでしょうかというふうに提案しました。うん、なるほど。そして OK が出たと。はい、OK が出たというか、まあ、いろいろやって交渉して、はい、で、どうして、まあ、ノアの人はやっぱり政府なんで、どうしてその日本語がいいんだ、どうしてこの日本語の表現が適切なのかということもちゃんと説明しなければいけなかったので、はい、それをまあ研究的にというかデータ的に説明して、なるほど、あ、じゃあそういうことであればということで、了承していただいたんですけど、その時は、はい、看板に、まあ、ハワイ大学の学生が作ったんだよというふうに示してもらうこともお願いしました。はい、わかりました。そうすることで、はいはい、じゃあちょっとその例をですね見せていただきたいんですが、はい、その前にですね、はい、その2番目のクラスに出た、はい、ジョセフさんが、はい、じゃあ翻訳の宿題が出ちゃったんですか？翻訳の宿題は、うん、宿題というよりプロジェクトなんですけれども、はい、その私の場合にはその、うん、翻訳するものじゃなく、そのもうすでに出てる日本語のカバン、看板を、看板、はい、分析したりして、そういうものが正しいか適切か、ということを判断なんです。で、分析っていうのはじゃあ間違えたのもあったっていうことですか？なんか変なこと書いてあるねっていう感じの変なことという、まあ、そういうのもありましたけれども、その、はい、用語の授業なんですけれども、ソーシャルリングスティックスの授業だったので、はい、その授業で習ったことを、用いて、このことが本当に適切かどうかを確認するだけですよね。表現とか、はいはい、文法よりも何が実際に使われているかを見て、比べて批判して、そういうふうに、はい、分析しました。なるほど。今ソーシャルリングスティックスとおっしゃいました。これが舞子先生の専門でいらっしゃるんですけど、まあ、社会言語学というふうに訳して呼んでほしいんでしょうか？はい、はい、じゃあちょっと例を見せていただきたいので、ちょっとお待ちください。If you can show some pictures here, number one. はい、これは、ポの先ほどご紹介したお二人が組織していらっしゃるポノの、まあ、看板ですね。ちょっと小さいんですけど、Would you be able to enlarge it here, maybe? ちょっと下に2番目ぐらいのところにある写真が、これがグループの方たちですね。はい。はい、今、じゃあ10人ぐらいいらっしゃるんですか？あ、それ以上なんですけれども、その写真に出られた方々が10人ぐらいでした。あ、そうなんですね。じゃあ、もっと何人ぐらいいます？今。まあ、40人ぐらい。あ、40人もいるんですね。40人か50人。はい。はい。ありがとうございます。大きなグループですね。Next one, please. はい。はい。これが、じゃあ、例えば例ですね。まだ作り始めの感じでしょうか？はい。この時だと、左ですね、はい、オールドバージョンの方だと、はい、まあ、シータトラプロテクリッドアンダーステイテンフェデラルっていう大事な部分、はいね、はい、が日本語がない
ということで、こういうところを日本語つけた方が、日本人は、これは法律なんだって分かった方が、もっと、変わりますよということとですね、あと私、あとですね、小さいことなんですけども、手くださいっていう、丁寧な依頼よりも、手はいけませんというふうに禁止表現の一つにした方が、日本人は、これは禁止、お願いではなくて禁止なんだ、もっなると、ほどね。厳しい感じの、という感じのことを、学生芝生も入らないでくださいって、入るなですもんね。日本の場そう合はです。ね、入るな。なるほど、お願いで、の手フォームではないと。そうです。で、この活動を通じて学生も、日本に行った時に、禁止表現の、表現がわからない学生が多いっていう研究があったので、この活動を通じて、学生も禁止表現の一つを学ぶことができると考えたんです。なるほど。じゃあ、日本人、ハワイにいらっしゃる日本人にも分かるし、今度学生さんが日本に行った時にもその言い方が分かっそうでてす。理解できるということですね。両方ですよね、そういう意味ではね。じゃあそう次でのす。見せていただきましょう。いくつか例がありますが、英語のものが日本語がくっついていたり、他の言語がついているわけですね。Next one, please. これは、オールドバージョンは全然日本語がない。ない。絵を見たら分かるんですけれども、ないので、日本語を、つけた。で、お静かにということで、寝かせてあげましょうより、日本語の方はお静かにっていう表現の方が多いので、そういうふうに。実際にやりますよ。で実際もにやなんりかまちょっす。と、実際にあり実ます際にやか。りました。ちょっと、if you don't mind。ここにありました。もうちょっと真ん中ぐらいですね。寝ていまこっす。ちにやかりわまいいしですよね。でもね、なんかね、ちょっとかわいい感じで。ありがとうございます。OK、thank you。Next one。これはどんな古いものと新しいものが、ちょっと小さくて見えにくいかもしれませんけど、これはこれもイルカ英の、語、イルカなんですけども、英語だけしかなかったものに、日本語の翻訳を付け加えたというものです。なるほど。で、そこには40メートル以内に近づいてはいけませんというふうに書いてありますね。45メートル以内ですね。45メートルで、ってあ書かとせて日ます本ね。人が、ごめんなさい。で、日本人が、感覚として、距離感覚45メートルって言うとわからないので、バス3台分ぐらいの長さ、観光バスで来られる方が多いのそうでで、すよバス3ね。台分の分かりやすいとですいうね、ふうそに、れね。そうですね。わかりやあすいのバように。スぐらいだなっていうふうに感じるわけですね、こういうふうに。そうでいいです。すね、分かりやすいと思います。OK、let's look at the で、next one。これもじゃあまたドルフィンですそうね。ですね。もともとは英語だけだったものを、日本語の、翻訳を学生として、で、じゃあこれはその先ほどジョセフさんが言ったみたいに、翻訳分析したりではなくても、翻訳から始めたというプロジェクトの一つでしょうか？そうですね。翻訳をして、その後、その翻訳に対してみんなで分析する。その日な本るほ語ど。表現で本当に正しいのかどうか。なるほど、なるほど。なかなかこう練って作ってるわけですね。ただ訳しただけではないと。どういう表現が一番で、分そかりやの、すいか。で、その後、学生と、この表現でいいだろうということを吟味した後、もう一度日本人にインタビューしに行って、この表現で本当に分かりやすいですか、ちゃんとメッセージが伝わってますかっていうことを日本人に、インタビュー学生がしに行って、その学日本人のコメントをもとにまた訂正し直吟す味して、というなプロるセほス。ど。かなりそういうもうふうに。手が込んでるとそいううか、ねえ、労力もあれですね。ではこの続きの話をですね、またちょっとお休みをいただいてから、お話を続けさせていただきたいと思います。We're gonna take a short break here. We'll be right back. Stay tuned. Aloha, I'm Kili'i Akina, the host of Hawaii Together on the ThinkTech Hawaii Broadcast Network. Hawaii Together deals with the problems we face in paradise and looks for solutions, whether it's with the economy, the government, or society. We're streamed live on ThinkTech bi-weekly at 2 p.m. on Mondays. I want to thank you so much for watching. We look forward to seeing you. Again, I'm Kili'i Akina. Aloha. Aloha, I'm Keisha King, host of Crossroads in Learning on ThinkTech Hawaii. On Crossroads in Learning, our guest and I discuss all aspects of education here in Hawaii and throughout the country.
You can join us for stimulating conversations to enrich, enliven, and educate. We are streamed live on ThinkTech bi-weekly at 4 p.m. on Mondays. Thanks so much for watching our show. We look forward to seeing you then. Aloha. Okay, we are back from the break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Michael Ikeda and Joseph Iseri, both are from UH student. ライブでお届けしております、ThinkTech Hawaii の日本語番組、こんにちは、ハワイ。今日は語学を地域と環境保全に生かそうという趣旨の PONO というグループをハワイ大学で組織している池田さん、そして伊勢里さんにそれぞれお話をお伺いしています。日本にいらっしゃいます。続けましょう。Okay, let's look at the next picture. Oh, other one, I think. The last one. Multilingual sign. これですね。はい、これは、グリーンシータートルって書いてありますね。はい。はい。ということは、カメさんを守るための看板ですか？あ、そうです。はい。この看板、あ、すみません。この看板を、翻訳しようっていうことで、日本語だけを示したら、それはそんなに、全員の客さんに対してこういう情報が示したいっていうことで、はいはい、日本語だけじゃなく中国語の2つの種類と韓国語も全部で、ポノのそれぞれのメンバーに頼んで、他の、東アジア言語を勉強している方に、こういう翻訳をどうすればいいですか、どうやって適切に翻訳した方がいいんですかと聞いて、同じ分析の方法でこれを確認して、どれが一番適切な翻訳かを探ったので、はい、じゃあ中国語もその大陸の方の中国語と台湾の中国語、それから韓国語も入ってましたよね。でそれもそれぞれネイティブの方に聞いて確認をして、訳しただけじゃないよと、そういう、こう芸を細かくやったわけですね。はい、で一応研究的にですね、日本語と英語だけだと、はい、やっぱり日本人にとって、これ私たちだけがこのルールを守らないのかというふうに、ちょっと失礼なイメージを与えてしまうということがあったので、じゃあ他の言語に付け加えた方がいいというふうに、はい、研究から言われているので、その研究をもとに他の言語も付け加えるということをしました。なるほど。ポノのメンバーは、日本語学部の学生だけが、はい、それが、大多数なんですけれども、はい、私の学部は東アジア言語学部なので、はい、中国語も韓国語も習っている学習者の人がいらっしゃるので、はい、その人もお願いして、はい、このポスターを一緒に作りました。そういう意味ではハワイ大学のその、科というのはとてもいい環境にあるということが言えますよね。そうですね、はいはい、特に、ハワイは、東アジアの観光客が多いので、そうですね、私たちの、はい、習ったことが活かせると考えます、はいはい、素晴らしいと思います。ちょっと話のあれを変えさせていただいて、はい、まず舞子先生がハワイで、今日本ですけどハワイ大学に来て博士号をして、こういう活動をすることになったという、簡単でいいんですが、どうしてこういうことをしようというふうに思われたんでしょう？私は、ハワイに行く、留学が初めて、海外で住むということが初めてで、はい、本当に毎日違う言語、違う文化ということで、すごく毎日本当に苦労して、泣いたりとかホームシックとか、はい、辛い思いをたくさんしてたんですけども、はい、その中で何度か、勉強も続けられない日本に帰ろうかなって、弱い気持ちになった時があったんですけど、その時いつも、はい、ハワイの美しい景色だとか、本当にローカルの人のおはようとか元気っていう、本当に小さい心がけですね、小さい、お気遣い、ローカルの人からのことで、元気をもらって、今まで、ハワイ大学で勉強を続けることができたんですね。なるほどね。だから自分が卒業するってなった時に、今までこんなふうにいろんなものをいただいたのに、何かお返しできないかな、ちょっとこう恩返しをしたいみたいな感じもありますかね。恩返しじゃないですか、何か返して帰りたいっていうのが、大きかったので。なるほど、ありがとうございます。じゃあ今ホームシックっていう話が出ましたけど、ジョセフさんは、
ハワイのホームを出て今日本にいてホームシックになってますか？なったことはありますけれどもあの日本で生活できて続けられるのは、はい、やっぱりハワイに戻れるっていうことなんです。あのハワイは非常に大好きで、はい、あのハワイを守ろうってさえなれば何もできるっていう感じなので、うん、あのそもそもそれをポノに入った由来なんですけれども、うんまあホームシックっていうより、うんまあハワイのことを忘れていません。はい、お帰りした。忘れられませんよね。でもね、でもあの日本には何を日本なんで日本に行くことができちゃったんですか？今あの文部科学省の奨学金をいただいているので、それを同志社で、はい、あの、はい、京都の同志社で、はい1年間留学することができました。あ、素晴らしいですね。じゃあ日本語でバンバンもう生活して。はい、あの上手になってますか？できるだけ上達を目指します、はい、なるほど。でそれでまたハワイ大学に帰って卒業すると、そういう予定ですね。はい、はい、なるほどですね。ある意味ではその日本とハワイの間でお二人がこう交差してるみたいな感じですよね。ちょっとね、それぞれちょっと世代と、ね、あの分野は違うかもしれませんけれど、まあ、そこがなんかとても素晴らしいなと思いました。であのこのポノのですね、この今後なんですけれど、まあ、いろんなあの今聞いててちょっと感じたんですが、ただその環境保全のことだけではなくて、やっぱりちゃんと、言語を分析するとか、それから現場に出て、まあ、社会言語学だからなんでしょう、実際にそこにいる人たちに聞いてみたり、地域の人とコネクトするっていう、なんかそういう研究のところもあるんだなっていうのを今私は学ばせていただいたんですが、今後はどんなことをしていこうと思ってらっしゃいます？あの今あのゆかりさんがおっしゃってくださった通り、まあ、この活動を通じてもちろん地域に還元するということは大きかったんですけれども、まあ、日本語を勉強する学生に、まあ、これを通じてまあ学生は学会にも行く機会があって発表、研究発表する機会もあったんですね。だからそういうふうに学生が、うんまあ、あの地域に貢献するだけじゃなくて、研究としてのアカデミックなスキルもあの発達できるように、頑張っていうのもあるんですけども、はいまあ、今後は、今大学生とだけしているんですけれども、はいハワイの小学校、うん、中学校、高校と次世代を担う学生に、はい、と一緒にこういう活動を続けることによって、うんまあ、これからいろいろ私たち、まあ、21世紀はいろいろな自然環境を守らなきゃいけないことを考えなきゃいけない機会が多くなると思うんですけども、はい、その学生が、うん、あの将来的に何かあった時も自分たちの力で何か行動を起こせるような力を得れるように、うんうんまあ、小学校から高校こういうふうに広 い、ね、もう早いうちから始めましょうということですね。はい、そうですね、はいはい、特に日本語はハワイでは、うん、あの中学校あたりまた高校で教えている学校もたくさんありますよね。そういう方たちとコネクションするっていうのもできるかもしれませんね。はい、はいはい、だから今あの教材を作ったりとかして、はいはい、その教材を高校とか中学校の先生にお渡しすることで、すぐに、うんはいまあ、使えるような教材を作成するように頑張っています。いいですね、はいはい、あとじゃあ、ジョセフさんとしてはですね、日本から、まあ、日本がもう抜群に上手くなって帰ってハワイで、でハワイ大学の学生に戻るわけですけど、今後ですね、まあ、ポノを通じてまたはポノ以外でもその日本語のスキルをどういうふうに生かしていきたいと思ってますか？自分としては日本語教師を、うん、あのカリアとして求めているのでですけど、はいはい、それが主に日本語を使う機会とか、うん、日本語スキルを通してハワイにまた何かを返せるっていうことなんですね。で、うん、ですね、あの、その私の、 あの高校母校のカメハメハ学校で日本語を、はいからあの日本語を勉強し始めたので、そこでまだ戻って、はい、日本語を教えたいという気持ちが強いです。なるほど。あの、うん、ちょっと見てらっしゃる方で知らない方は、カメハメハ大王はあの名前がついてるんですけど、カメハメハスクールというのがハワイにはありまして、まあ、ハワイの血が入っている方は入学できるというところで、先ほどジョセフさんは、僕もハワイの血が入ってます、日系の5世だけじゃないっていう話だった。で、はい、そこでじゃあ、そのカメハメがスクールにいる頃から日本語を始めたと、
そういうことですね。で、将来はカメハメハスクールに戻って日本語を教えようと思ってらっしゃるんですか？はい、その日本とハワイの絆が、うん、あの非常に深いので、うん、それをあの次の世代に、うん、あのお伝えたらいいねって思って、はい、そういう深い気持ちとか絆を、うん、教えたいって思ってます。いいですね。こういう若い方がどんどん増えてほしいですね。はい。それではですね、ちょっと最後に一つずつ短くあの質問させていただきますが、日本人が観光客としてハワイに来て、やっぱり一番気をつけなくてはいけないことは、お二人の観点から、またポノの観点から見ると何でしょう？そうですね、やっぱりまあ、日本でも今観光客が来たりとかしていろいろな問題が起こっているんですけども、自分たちが自然と触れ合うか旅行ツアーに参加する際にどういうふうにしてその自然に接したらいいのか、ね、その地その地に適切なマナーというものがあるので、そのマナーをしっかり学んで来ていただきたいという思いが強いです。はい、ありがとうございます。ジョセフさんはどう思います？ハワイの地の入ったローカルジャパニーズとしてはですね、どんな感じで日本人に来てもらいたいですか？日本人観光客に限らず観光客全員がこういうことを知ってほしいなんですけれども、うん、自分の立場から、うん、両方ハワイ人の血も入っているし、うん、日本人の血も入っているし、両方の文化を分かりますので、はい、それを両方その混ぜ合っている文化の中にみんなが生きていくので、うん、それをいかにもどうやって守るか、リスペクトするかを非常に大事だと考えているので、はい、またはこういう何ですか？これは別に環境のことじゃないんですけれども、はいはい、こういうマウナケアのこととか、そういうのをリスペクトして、はい、学ぼうということを。なるほど。で、ハワイの文化をもう少しこう、意識を持って、ただ観光だけに来るんではなくてっていうふうにしていただくとありがたいという感じでしょうか。はい、はい、それではそろそろお時間が来たようです。池田さん、伊勢さん、今日は興味深いお話をありがとうございました。今後も頑張ってください。とてもすごく感動だと思います。 OK。 ありがとうございます。We are out of time. Ms. Ikeda and Mr. Iseri, thank you so much for coming or actually participating from Japan. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching. Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii. I am Yukari Kunisu. See you next time.